ここである人を迎えたいと思います。まもなく到着、ちょっと北口に行ってきます。北口遠い、もう着いたかな。お疲れ様です。お疲れ様です。あ、そうですね、ちょっと撮らせてもらってます。はい。イエーイ。妻の妹です。どうも。その彼でございます。夫くんが来ました。彼はアッシーです。今日というわけでこれから北九州に向かいます。では今から北九州に行ってきます。行ってきます。チャンネル登録よろしくね。サラクラ山からの夜景は100万ドル100億ドル、1兆円、やばやばいな。あそこがケーブルカーの駅、これでサラクラ山の山頂まで一気に行くのか。今まだ5時前で本当は夜景を撮りたいので、ちょっと今下見という感じで来ております。ここからジアウトレットに無料シャトルバスが出てる。すごい観光し放題ですね。来た。逆光です。ジアウトレット北九州にやってきました。ちょっと覗いてみたいと思います。おのおの準備中です。聞かれるな。ノズご一行。わあ、アウトレットだ。テレビで見るやつ。アウトレット北九州です。はい、やってきましたね。やってきました。はい、なんか正面っぽいところ。ああ、今日は平日ってことなんで。うん、そうだね、確かに。建物の中です。フードコートかね。おお、あ、なるほど。あ、すごい、雨が降ってきたよ。あ、すごい、だって雨雲が。妹 vs 夫くん。え、嘘。やばい。おお。フードコートがすごい、いろんなテーブルがあるね。一人用とかもすごい。北九州にまで来て宮崎の辛麺を食べようとしています。好きだね。イエーイ、5からです。赤い。はい、こちらは1から、夫くんの1からです。2からです。はい、でこれ妹市、妹市3からでチーズトッピング。チーズトッピング。イエーイ。じゃあいただきます。北九州に来て辛麺ですよ。間違いない、美味しいですね。はい、兄さんも入ってます。あら、もう最強じゃないですかこれ。めっちゃ美味しそう。うん、
これだよね。これよし、食べましょう。完食しました。美味しかったです。久しぶりの辛麺どうでした？ちょっと疲れ果ててますね。まあ、ちょっと休んどきなよ。はい、我々がここに滞在している間の夫くんです。お父さん、連れてこられたお父さん。はい、僕が休んでる間に、2人とも買っちゃったみたいです。何買ったんですか？バッグです。もともと買いたいって言ってたやつですか？そうです。お、果てしないぞ。どんどん出てくるよお店が。もう歩いても歩いても、とりあえず広かったということだけは分かったね。今からそうダイエット中の方はとてもいい散歩になります。カロリーとお金を消費してもらって。おそらくあれが皿倉山ですが、山頂がもやってますね。これは確かに取れないな。あの山頂だけともやってるよ。ねえ、じゃあ今から迎えに行きましょう。ダメです。はい、行きましょう。うわ、すごい綺麗ですね。うわ、難しいな、夜景。これなかなか綺麗ですよ。すごい。うわ、カメラマン腕の見せ所ですね。ここは西港町。小倉北区。小倉北区。湯屋だね。化学工場です。工場夜景すごいかっこいいね。じゃあねー。はーい。神田町に入りましたね。入りましたね。とうとうやりましたね。やりましたよ。このチカチカしてるところが工場ってこと。これが肉眼とか動画ではこうだけど、写真で撮るとものすごいというところですね。楽しみだな、写真が。帰ります。現在時刻23時16分です。はい。夫くん、よろしくお願いします。はい。安全運転第一で。はい。じゃあ今から。いつもとはちょっと遠慮がちに。遠慮がちですね。かわいい。仲良しな。仲良しになった。仲良しになったよ。仲良しになった。まあ、あっけないもんよ。楽勝よって。ちょっとか匂いがしてんのかもしれない。めっちゃ慣れてる。めっちゃ慣れてる。ザラザラよ。ザラザラ。
ごい迫力です。わあ、これ持って走ってたのか、すごいな。すごい綺麗な瞳、うん、では入ります。あ、いいですよ全然。あ、いいね、いいシンクロしてるよ。いいね、いいね。まあ、ザ・中洲ってところですね。はい、とある地下鉄に、地下鉄駅にやってまいりました。イエーイ。地下鉄のトンネルがすごく写真映えをするらしくて、ここを撮りに来ました。あ、電車が来た。西区の愛宕神社にやってきました。ここも夜景スポットということで、ご挨拶してそこに行きたいと思います。行きたいと思います。はい、綺麗ですね。良い感じですね。おお、すごい。血の輪くぐり中。あ、行っちゃった。あ、来た。タワーが見えます。お、綺麗かも、すごい。でもこれをいいカメラで写真を撮るともっとすごいということですね。そういうことですね。楽しみだ。福岡タワーを真正面から撮ってみます。おー、ええ感じや。金魚が動いてますね。うん、美味しいです。あ、美味しそうです。いいですね。